LED がね、結構たくさんついてる。まあね、スタンドが2つあると何がいいかっていうと、どうでしょうか。はい、コナンです。今日紹介するのはこちら、 LED の電気スタンドです。こちらがね、上新電気の方で安かったので買ってみました。やっぱりね、 YouTube やってるとやっぱ動画撮影するとき照明って重要ですよね。暗いとね、全然綺麗に映らない。やっぱこの電気スタンド、ちょっと LED のやつこだわってみました。じゃあ早速開けてみたいと思います。 LED のやつはなんか蛍光灯のタイプよりね、なんか明るくて、でしかも電気代がかからないっていうことでおすすめなんですよね。蛍光灯より色温度の関係上綺麗に映るんじゃないかな。まあ、自然光に近いというかね。こんな感じで入っています。結構小さいね。はい、説明書、まあいつものように読みませんけどね。ああ、思ったよりちっちゃいね。なんかやっぱ LED っていうだけあってね。よいしょ。あ、もうこれだけですね。なんか丁寧にビニール袋に入っています。開けてみます。おお、いいね、白。おお、クリアホワイト結構いいね。LED がね、結構たくさんついてる。パソコンで見たときはなんか一つなのかなと思ったら、どうだろう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、おー、なんか60個ぐらいついてますね。結構すごいね、これ明るそうだね。でもすごいシンプル。この薄さがね、こんな薄い。これどうだろう、ギャラクシーと比べても同じぐらいじゃないですか。これすごいね。これ蛍光灯のやつだとこんなに薄くないからね。これ結構机の上とか場所取らないからいいかな。なんか電源はここにある感じ。ここ押すとついたり。あとこれは何だろう。ああ、AC アダプターか。これ電源が AC アダプター供給ですね。やっぱ LED なんで、12V なんで、これを使って電源を供給するみたいです。では早速つないでみたいと思います。はい、AC アダプターを接続します。はい、それではちょっと電気つけてみたいと思います。まあ、今ね、昼間なんだけど、まあ、ちょっと夜の撮影を想定してちょっとカーテンを閉めて部屋の蛍光灯だけを今使っています。ではつけてみます。お、明るい。こんな感じ。いいね。これちょっと今回このクリアホワイトを買ったんだけど、実はね、僕ね、こちらのブラック同じものなんだけど、実は持ってるんだよね。で、まあ以前からこれ使ってて、これすごくいいなと思ったのでもう1台買ってみました。まあね、スタンドが2つあると何がいいかっていうと、こんな感じで左右からこう照らすことによって、まあ、影が消えて綺麗に映るんじゃないかと思ってちょっと試してみました。はい、じゃあ実際にね、ちょっとスタンドをつけた時とつけてない時で、まあ、どれぐらい違うかっていうのをね、 NEX をレビューする感じでちょっと試してみたいと思います。まず今スタンドがついていなくて部屋の蛍光灯だけの状態です。まあ、これはね、 YouTuber に人気ある NEX シリーズです。ちょっとね、型はね、 NEX F3 なんで古いんですけど、まあ、こんな感じで自分撮りができるっていうのがね、これが一番のポイントなんだよね。僕もこれがあるからちょっと買ってみたっていう。片側だけスタンドをつけています。はい、こんな感じ。だいぶ明るくなったね。で、これ何がいいかっていうとね、あと動画がね、結構綺麗に撮れるんだよね。一眼独特のあのボケが効いた動画が撮れます。 5R だとこのレンズがね、ちょっと短いタイプなんですけど、 NEX F3 はこのちょっとレンズがちょっと大型のタイプがついています。実はね、こっちの方がね、歪みが少なくて綺麗に撮れるっていう話もあるので、ちょっと持ち歩くのに不便になるけど、まあ画質重視したい方はこのタイプがおすすめです。はい、それではスタンド2つにしています。はい、どうでしょうか。なんかだいぶ影が消えていい感じじゃないですかね。 NEX5R だとフラッシュがないんですけど、こいつはこういう感じでフラッシュがあってバウンス撮影もできると。 NEX5R はマイクの位置がここにあるんですよね。だからこれを立てて自分撮りした時とかは、まあ、風の音がね、物に入っちゃったり、ちょっと音を拾いにくいっていうのがありますけど、 NEX F3 はね、マイクがこの前についているので、こう自分撮りした時には結構音をしっかり拾ってくれますね。何気にこっちの F3 の方が使い方によってはいいんじゃないかっていうこともありますね。 NEX5R は結構熱暴走するっていう噂もありますけど、この F3 に関してはそういうことはないですね。まあ、撮像素子が違うので、まあ、その辺の問題かもしれないですね。ではまた電気を2つ消してみます。やっぱだいぶ暗くなっちゃうかな。まあ、あとね、 5R との違いは、ここはタッチパネルではないんですよ。液晶の解像度とかは一緒で綺麗さは一緒なんだけど、タッチパネルじゃないというのがあります。これがね、人によってはちょっと使いにくいかな。まあ、だけど逆にこの辺のボタン操作がボタンが多いので好みが分かれるところですね。まあ、あんまりタッチパネル使わないっていう人はどちらも関係ないですね。
これは録画ボタンですね。これを押すと録画ができます。これもねフル HD の動画が撮れて AVCHD ですね。 NX5R は 60p なんですけど、こちら 60i までです。まあ、ですけどね全然十分ですよ。では LED をまた2つつけてみます。どうでしょうか。あと若干ね NX5R よりフラッシュ内蔵とかそういうのがあるので大きさはちょっと大きいかな。厚さがね少し厚いだけですけどね、外観はもう一緒です。はい、今日は動画を撮影する時の照明について LED スタンドを買ってみました。参考になりましたでしょうか。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた会いましょう。